ホンダ RA300 は、ホンダが1967年の F1、世界選手権用に開発したフォーミュラワンカー。1967年途中から1968年はじめにかけて使用された。後日するように、ローラカーズとの共同開発となったため、ローラ側の故障として、ローラ T130 とも呼ばれる。エンジン2006年グッドウッドフェスティバルオブ。 スピードホンダは1966年に開発した RA273 を1967年シーズンも継続使用したが重量超過の問題で成績が振るわず打開策を迫られた。そこでシーズン中に新車を開発投入するという思い切った行動に出た。イギリスのローラと提携しエリック・ブロードレーがインディカーをベースとしたシャシーを設計。これに RA273 と同じ V12 エンジンを搭載するという日映合作だった。作業はシーズン半ばの7月に始まり、6週間の特幹作業で実戦投入された。この背景には、藤沢武雄の決定による、ホンダ技術研究所における市販車、開発要因確保のため、F1 担当人員が大きく削減され、 シャシー開発に人員を避けなくなったこと、さらにドライバーのジョン・サーティースが当時ローラの大株主であったため、ローラの協力を得やすい環境だったことが挙げられる。ローラのファクトリーで製作されたマシンは、ホンドーラ・アンドラとあだ名された。ブロードレイの設計した RA300 は自社製作の RA273 よりもはるかに軽量で、ハンドリングも良好であった。 車体単体でも RA273 に比べ約7グラムの軽量化を果たし、エンジンギアボックスのマグネシウム合金化による軽量化も加えた結果、車重は約6 1 0ラムにまで削減された。ただし、それでも当時のレギュレーション上の最低重量よりは1 0 0ラム以上重く、ライバルに対しハンデを背負っている状況には変わりなかった。デビュー戦となった。 イタリア GP で優勝を果たした。サーティースは、ジム・クラークのロータス、ジャック・ブラバムのブラバムを最終ラップでリードし、クラークは燃料切れ、ブラバムはコースを膨らみサーティースが優勝した。しかしながら、RA300 がトップを走ったのはこの最終ラップのみで、その後は勝利することはなかった。同シーズンの残りは、最終戦メキシコで4位に入ったのみで、 翌1968年には南アフリカで8位、スペインからは RA300 とよく似た、設計の RA301 が投入された。しかしながら状況を改善するには至らず、サーティースは12戦の内乾燥4度という結果であった。48バルブの V 型12気筒エンジン、RA273E は1966年、イタリアングランプリに初めて投入され、 東西車両の RA273 はリッチー・ギンサーがドライブした。3速ギアで後輪を100マイルパーアワーの速度で回転させた。シリンダーは 78.0X52.2mm、排気量 2993.17cc、12000rpm で400から440馬力の出力が目標であった。1967年になると、 RA300 に搭載され、イタリア GP で、サーティースがドライブ、出力は396馬力であったが、トルクとレスポンスが改善されていた。現在はツインリンク、モテギウチにある、ホンダコレクションホールに14号車が、胴体保存されており、イベントなどで、たまに走行している。ありがとうございます。